です。ハネピアリです。ヒデママからお誘いが来てます。な、何はい、あのね、セイジ君、はい、言わせてもらっていい？いきなりだけど、はい、私セイジ君のこと好きなんだけど、はい、美顔機能やめな。ダメですか？うん、その美顔機能本当にやめて。あの、私ね、生のセイジ君好きなの。はい。なんでそんな美顔機能使うの？いや、肌が汚いから。で、その肌の汚さと、その、ええ、その太ったぽってりしたね、はい、あの、体が私好き。ああ、ありがとうございます。あの、しきちゃんのとこで私、全部チェックしたよね。はい。好きなの。ああ。優しいし。ガチ恋。ガチ恋ですか？うん、うん。私、せいじくんだったら付き合ってもいいもん。マジっす？うん。あの、札幌、なんか札幌池と似通った、あ、ちょっとごめんなさい。その、体験してるじゃない、あなた。うん。でも札幌池は行けないのよ、私。あ、そうなんですか？うん。でも、誠治君って優しいじゃない？確かに。うん。だからやっぱり、誰が見ても大手。いや、そんなことないですよ。あと、藤沢なんですよ。もう、誠治君と本当にいい人って言ってるから。ああ、ありがたいです。うん。嬉しい。うん、今どこに住んでるの？今、神戸ですね。え？東京じゃないんだ。ええ、あの、やっぱり俺も秀ママことを意識してたんで、やっぱちょっとでも近いところにいたいなと思って。あ、いつでも来て。いいですか？うん。うん、あなたさ、気深いよね。気深いです。うん、絶対あの、めちゃくちゃ脱毛しないで。あ、そう。それよ、そこ、そこ。気深い。眉毛も剛毛です。うん、だからその、美顔機能やめてって言ってんじゃん。ダメですか？でも、ひでみ。俺子供が欲しいんだよ。あ、いいよ、別に。あの、作れる？あの、本気で愛してほしいなんて思わない。子供が欲しい。うん。ただ、あなたのチンポが気になるだけ。ええ。いいの、いいの。私も今も3人彼氏いるから。うん。うん、別に、どうしても誠治君がっていうんじゃないんだけど、ちょっとね、私もね、贅沢よね。うん、いやいや、そうなんです。あと角刈りが好きだね、ひでみの角刈り。ちょっと、あのね、ちょっとこれ言わせてもらっていい？あのね、お互いカバって言われてるんだけど、カバの継承をあなたに譲りたいの。あ、じゃあ僕がじゃあフワチのカバーでいいですか？うん、ね、私はもうメダカでいいんだから。ね、うん、そう、ね、あなた、うん、はい、ちょっとあの、こうなったら、ええ、ね、あ、本当にね、救助来た時ここ泊まってくれていいから。あ、マジです？うん、泊まれます？うん、お布団あります？うん、ある。ある。ありがとうございます。あ、ちょっとやらせてもらっていい？私、負けたくないんで。え、何をコラボバトル。はい、どうぞ。あ、バトル？あ、これ。うん。バトル。もう天下の。皆さんの無料アイテムね。天下の。バトル。タップとかあんのこれ。タップとか。あれ。もう、タップあるの、うん、あれ。うん、あれ。あ、5分か。無料アイテムお願いします。あ、すごいね、すごいね。やっぱ大手。これ、無料アイテムも多分反映される。大手とやると、あとすごいわね。あ、無料アイテム。あら。無料アイテム。あ、いいです、2個です。これ、誠治君が、誠治君が青。うん、ね。私は赤です。赤。僕赤です。5個の5倍どんつくらすかい。無料アイテム稼ぐわね。稼ぐわね。
いや、ほとんど無料です。無料ですかね。これも、これ無料だけ、無料で、無料だけでこんだけある。無料で結構、行っちゃうっすね。行っちゃうの？あ、グミちゃん、あ、グミちゃん来た。グミちゃんの仲悪いの？ひでみはあれなの？今、イベント出てる、うん、あ、出てる。あ、どんつく、ハッピービアです。あ、天才ありがとう。あのね、なんかね、童話の童話ラコータでも、あの、ええ私なんかなんか出演系 NG らしくて、あ僕も僕も出演系ダメだ。あれなんだろうね。わかん。絵的にあれですかね。あ、あんたいいおっぱいしてるね。あ、ありがとうございます。うん、あれ乳首でかいでしょ。じゃあちっちゃいんです。そんなことないじゃん。ちっちゃいです。ねえねえ、あれね、あの、あの生徒くんの乳首クリクリするの好き。5個だけですか、うん、いい？またあれ。あ、好きですか？え、好きですかね。あ、乳首。いや、好き。あ、コリコリっていうか、あ、そうですね。うん、好きですね。うん、ええ。コリコリは。うん、今彼氏いるの？あの、彼女いるの？彼女は、まあ、元カノと今いい感じですね。あれ、チンポ立つの？糖尿病で。立ちます。立つの？はい。うん、元カノって何？誰？あのみっちゃん、みっちゃんです。みつ。なんかあの、みやびとなんか大阪で喧嘩してた時にいた人？あ、その子じゃないです。それは元々カノ。なんだかんだ言って、せいじくんって結構いろんな人と付き合ってんの？いや、そうじゃないですよ。そうでもないですよ。それだいぶ前ですよ、別れたの。6月、6ヶ月前ですよ。もう半年以上経つ。ここだけだそうです。なんそんな何？あなた、あれなの？あの、女の子といろいろやってんの？いや、やってないですよ、そんなに。ねえ、そう言いながら、なんで私とか、はい、奈々ちゃんに近づいてくるの？え、なんすか、なんすか？私とか、奈々ちゃんに近づいてくるの？近づいてはないですね。近づいてはないです。まあまあ、ゼロワンみたいのと違って、あざとこはないわね、誠治君。ええ。うん。恐れ多いですよ、でも、奈々ちゃんとかね。うん。秀美ちゃんとか、ちょっと、格が違いすぎて、ちょっと。え、何言ってんの？あら？あら？ちょっと待って、ちょっと。何、この数字。この数字は？どことこれ？ひどくない？いや、今、イベント中なんで、これあれですね。無料アイテムが飛んでるんで。これ無料アイテムだけでこんなに、あれの？そうですね、うん。もう無料しか飛んでないです。あ、そう。無料アイテムで、うん、何これ。無料で。ねちょっとすね毛見せて。すね毛はで、ちょっとないです。あるかも。あるじゃん。あ、これ大吾圧倒的に負けてんだけど、やっぱちょっとしてんのには勝てないわね。あ、天才です。してんのには勝てないわね、大吾の圧倒的な強さ。無料アイテムがすごいです。無料アイテム。また奈々ちゃんと一回会おうね。天才っす。あ、はい。じゃあまたそういうこと。ありがとう。あ、じゃあひでみママにナイスお願いします、皆さん。奈々、ちゃんと会いましょう。ええ、また。うんうん、ひでみまでナイスね、皆さん。ありがとうございました。ナイスやってんの今。ナイスやってるよ。やってる。ランキング入ってる、ランキング。あ、今月ダメだね。ダメなの、うん、じゃあまた出稼ぎ行かないと。うん、そう。ね、うん、また、ナナちゃんとまた3人でコラボって面白いじゃん。あ、いいね。うん、俺ちょっと、ナナちゃん恐れ多くてさ。自分から言えないから、ひでみちゃんちょっと誘ってよ。あ、そう、私経由で来て。そう。いや、せいじくん、私と LINE つながってるやつだね。
教えて、あとで。うん、わかった、うん。じゃあね。ありがとうございました。さすがゼロワンとは違うわね。しな、危ない、戻った。ありやす、電波悪くなったやん、これ。これ、くるくる？どうですか？見れてる？大丈夫？すいません、しょっぱなからコラボ申請来て、ひでみさんからね、断れないでしょ、やっぱりふわっちの大御所だから、やっぱり。うん、ぼやけてる？今治った？断れないから。あ、炊飯器買おうと思ったんだけど、ポチったんだけど、なんか決済できなかった。うん、ひでみ最強だよね、やっぱり。あー、ありやす、いっぱい、すごいすごいもらっちゃった、さっき。すごいわ、100個もらってる。天さん100個もらってるわ。ゾウさんも、お姉さま、あーちゃん、ロウさん、マタン、ありやす、羽もね、いっぱいいただいちゃって、ありやす。あ、バトルばっかりやってんの。うん、いや、もう爆睡しちゃってね。うん、あと、あのオリジナル T シャツできました。どう？シンプルでしょ。これだったら着れるでしょ。うん、これオリジナル T シャツ、あ、パルチェでした、5個投げラスカ。これなんとびっくりするよ、2000円です。2000円。あ、ザラっぽい、可愛いの欲しい。安いでしょ、2個投げラスカ。高い、オリジナル T シャツ。あ、大差あるやつ、ザラっぽい、いらない。うん、よくない、色はこれだけ。ダサい、安い、買いたい。皆さん、これ Amazon で買えます。はい、 Amazon です、 Amazon。 ええ、すいません。で、もう、あ、蝶々も入れてほしい。ちょっと待って、だと思ったよ。だと思った、蝶々入れてほしい。 OKOK、 すぐ作りますね。すぐ作りました、これどうですか。すぐ作りました、どうですか。すぐ作った。かわいいやつってダサい、おばはんっぽい。ちょっとパルちゃんにもこれ着てもらいたいんだよね。パルちゃん入るかな。でもまあまあでかいわ、これ。まあまあでけ、でかい、多分このこれよりでかいかも。パルちゃん着れるわ。もう春だから、もう T シャツだよ、デブは。うん、パジャマでもいいけど。いや、これ 2XL。 うん、作る、着てみて、これ、この上からでいい、欲しい。どう？パルちゃんに来てもらう？あ、パルちゃんには小さいかも、これ。俺でちょっとちょいきつぐらい。うん、センスがない。うん、いや、なんかあったじゃん、こういう芸人さんいたじゃん、嫌いじゃないけど生理的に無理ってやつ。Z のがいい？うん、
これをなんと今日ホワイトデーだからみっちゃんにもプレゼントとして渡します。これお揃いで着てもらいたくて、まだみっちゃんには内緒なんだけど、うん、みっちゃんに買いました。お揃いで、うん、これみっちゃん用にホワイトデーのお返しで、いらない？いるでしょ。喜ぶと思うで。いるよね。うん。今出かけちゃっていないんだよ。今一人ぼっちなんで今。一人ぼっち。みっちゃんいないんだよ。うん。いやみっちゃんあんた来てくれるよ。可愛くなると思うで多分。モデルがいいからね。うん。優しいよみっちゃんは。サイズは S。S にした。いや可愛くなると思うよ。うん。これでもこういうの作りたいよね。シンプル。これはアマゾンです。うん。ハネペアリです。最高じゃない。よっさんの欲しい。よっさんの買いよじゃあ。うん。買ってやるよ。ファンタスティックでなんかくれるらしいで。かっこいい系が欲しいんですよ、僕。かわいいのより。こういうね、中二病だから。かっこいいの欲しい。これザラっぽくてかっこよくない？ワンポイントがいい。よくないこれ。うん。目立たないと。やっぱり。うん。2回出てる。ステーコロ2回出てるよ。ギガフェスは呼ばれなかったけど。目立ちたい。ちょ、聞いて聞いて。のりちゃん知ってる？石川のりちゃん。神戸来てたで。神戸。しかも帰っちゃった。知ってた？神戸のサクセスってパチンコ屋にいたらしいで。朝一から。で、午後で帰っちゃった。サブアカ見て、のりちゃんの。知ってた？もう帰っちゃった。1時の新幹線。うん。え、心霊配信神戸だったの？マジ？うーわ。石川のりちゃん神戸来てたの？心霊配信そうなん。で、パチンコ打って帰っちゃったで。いや、売名やん。売名行ったらよかったやん。うん、会えたらギガフェス以来だね。マジもったいねえ。言ってやプロリスさん。俺知らんかった。心霊配信こびるだけやで。当たり前やん。こびるやん。みんなそうやんか。みんな大手さんにこびてなんぼやんかや、この世界って。数字持ってる人にペコペコやんか。みんなそうちゃうの？ダメなの？のりちゃんのリスナーさんに無料もらえたやんか。全然はとこない。昨日コメントしてていた？アイテムつけてくれや、そん時ぐらい。分かれへんて。うん。なんで教えてくれないの？そういう時だけはとこないでさ、喧嘩だとか、俺のこと暴露してるよとかの鳩はめちゃくちゃ来るくせに。うん。なんなんマジで。いや、会ってくれるで。俺とのりちゃんの仲やで。マジで。ふわっち代表じゃないよ、俺は。もう影が薄れてきてんじゃねえかよ。ふわっち、お前。昨日夜やったらお前300人だぞ、お前。舐めてんのか、お前。薄れてんだ、お前。みんなお前、アキコママじゃねえかよ、話題がよ。あ？太郎が喧嘩だとか、ミニラが喧嘩だとかよ。くだらねえ。
あんな喧嘩したらお前1000人2000人行くだろお前、うん、ふざけんなよお前、のりちゃんの鳩はいいに決まってるだろ、お前300人だぞお前、400人から喧嘩ばっかりやでマジで、ああなんでそうなったの知らないよ、そもそもふわっちは家でこうやってありがとう配信をしなきゃダメなんだよ、運営さんもそう願ってるはずだよ、あんな外配信で酒飲んだくれて喧嘩するような配信サイトにはしたくないはずだね、うん、あんなじゃおすすめ乗らねえでマジで、俺も乗ってないけど、うん、ニコ投げラスカイ、あ、みほちゃんです、マサオレがコラボ申請大手ばっかりバイブしてる、あ、俺もうブロックしてる、大丈夫、うん、あいつはもういらんね、うん、あいつは伸びない、老化が言うんだから間違いない、うん、いつまで規制されるんだろうね、おすすめ規制、のりちゃんが神戸行ったのをハトしようとしたけどブロックされてるとされると思って、そういう時184使いなさいっていうのね、184千葉吉兆よ、これだったらブロックしないでしょ、せいさん、あの神戸にのりちゃん来てます、せいちゃんどうですかって、ここになるでしょ184つけたら、バカか、頭を使いなさい、ここで184つけて書いたらハトになるでしょ、うざがれるでしょ、184そういう時の NG ワードでバカかお前、どこプロレスだったらちゃんとしろ、うん、ささやけ184で、うん、バカ多いわ本当に、184使ってくれよそういう時に、もうあの税金って書いても NG になんないから気をつけて、あの俺もう脱税してないから、もう NG ワード解除したで、脱税、税金、うん、税務署、うん、国税全部 NG ワードしてた、ごめんなさい、もう NG ワード解除しました、もう怖くないんだから俺、確定申告終わったんだから去年の分で、またアンチが騒ぐから言うけど、あの3年前4年前稼いだやつ全部来るからな、うん、上等だから、それも支払うプランできてるから、ゼリーさんちゃんと計算したよ、アカウント消した分も全部、うん、そう書いてもいいから解除した、そう、それで書けないんじゃなくて215さん書けてるのよ、でみんなに見れないのよ、俺と215さんしか見れないの、そうもう NG ワードないです、184とかしかないです、うん、もう上等だから、税務署さん全然大丈夫よ、来てもらっても、ハネピアです、過去そっか遡ってもあの払う覚悟であるからね、うん、全然怖くないよ、ないよ NG ワード全然ないから、そうはよ払い払ったよ、うん、お金は足りてない、だから稼がないといけない、そう高額納税者です、デブ大丈夫よ書いて、全然ないよ、何もないでしょ、見れるでしょ、税金って一回書いてごらん、脱税とか書いてみ、みんな見れるから、脱税、税金、税務署全部書いてごらん、税金のキーワード書いてごらん、確定申告とか脱税見れるでしょ、うん、脱税見れてるでしょ、税務署、俺はこの確定申告終わるまで、あの怖かったです、すいません、ええ過去の税金払い言ってるそばから書いてんじゃねえぞこれやるね、言ってるそばからなあ、過去の税金、そうそうそう、さかのぼられたね、国税庁、うん、書いてんじゃねえぞ言ってるそばから、これマイクラの銃
こいいでしょ。音が出るんだぜ、ここから。光るんだぜ、ここ。マイクラ。マイクラやったことないんだよ、俺。一回も。わかんないんだけど、なんか子供が、これマイクラの銃だよって言ったから、買った。うん。1500円、トイザラス。これ電池、切れたら電池入れ替える。これ。ボタン電池。俺が欲しがったのよ。子供はこれいらないって言った。子供何欲しいって聞いた。何欲しいのって。おもちゃ買ってあげるよって。え これ欲しいって言ったの最初。安いやつ1500円。これいらないって。子供これ欲しいって言った。これ8000円じゃん。8000円。レーザービーム。これでなんかサバイバルゲームができるらしい。弾は飛ばないんだって。レーザーでなんかバトルするんだって。8000円。これは経費になりますか？経費になりますか？これ3つはせいちゃん買いなよって。私はそういうのを子供に買い与えないからって。せいちゃん買いなよってならない？これ人気らしいで、 YouTube で。銃が 2個入っててバトルするなんて。最大約 60m 届くレーザーで屋外バトル、多人数でバトル、音や光を追って屋内バトル、ライフコアを装着してチームセレクトバトルを開始せよ。相手のライフコアを狙い撃て。ライフの残数に応じてライフゲージの色が変化。ブラスターを振ると弾が増えるぞ。先に相手のライフをゼロにしろ。相手チームを全て倒したチームの勝利。なんかこういうのつけるんだね、プロテクターみたいな。ここに当てるとライフゲージが減ってくるんだって。こういうのをさ、配信者でバトルしたらいいんだよ。喧嘩とかじゃなくて、今からレーザークロスシューティングやろうぜってね。だから何でも勝負しようぜって言ってくるでしょ。こういうバトルをすればいいや。喧嘩とかじゃなくてね。よーし、喧嘩だなこれじゃなくてバトルだなって。おい銃持ってこいって。これでミニラと太郎がやればいいんじゃないの。そうすればエンタメになるでしょ。ほんとガチの喧嘩したらエンタメにならんよ。うんね、もう相撲でもいいし企画でいいじゃん。これでレーザービーム、小学校の子供今これハマってるよ。みんなやってるよ。警察来るでしょ。こんなの警察来ないよ。大の大人のおっさんが銃2丁持ってバキュンバキュン。うん、これやればいいじゃん。みんなでレーザーバトル。うん、エンタメにしなきゃダメだって。映画になったの誰が。こうやってやんないと。配信は本当になんかさ、俺喧嘩自信あるわっていうやつがさ、もうかかってこいよとか煽ってくるやついるじゃん。ああいうのマジうざくね。うん、大の大人がさ厨房じゃねえんだからさ。おお、お前喧嘩強いの、お前俺とやる。おいビビってんの、お前もうやめない、そういうの。民度低すぎるよ。うん、何歳だよ。うん、喧嘩とかさ、もうワンちゃん高校生までやろ。ガキすぎねえか、マジで。もう民度低い。もうみんなまとめて俺がぶっ飛ばしてやるよ、マジで。うん、そういうやつに限って雑魚なんだろ。うん、強くもねえんだろ。どうせ喧嘩なんかやったことねえんだろ。俺がやってやるよ。うん、警察まで呼んでよ。警察まで呼ぶ手前でよ、決着つけろよ。殴り合いの、じゃあ
何警察に止められてんだよ。うん、警察来る前に喧嘩しろよ。やるんだったら嫌。うん、なあ、すぐ喧嘩な、殴り合いだなあ。な、誰が喧嘩したの昨日。うん、みんな止めてもらえるから。あれだろ、プロ野球の乱闘と一緒やろ。うん、デッドボール当たってバットぶん投げて、でピッチャーもグローブぶん投げて、おーやったろこの野郎なあ。喧嘩ばっかりやで。もうちょっとさ平和になったら、俺みたいに家にこもってさ、ありがとう配信しろよ。これが新しいふわっちの配信の仕方ね。これがふわっちだよ。うん、ハネピアリです。うん、俺は沸かせないよ、そんな喧嘩とかで。悪いけど民度低いよ、そんなんで。そんなんで沸かすとかさ、うん、ゴミすぎるよ。うん、だから一番賢いのね、誰か知ってる？昨日炎上してたじゃんね。一番賢かったの、現場にも行かないよ。あんな喧嘩させてえ、生中継、家で生中継したゼロワンが一番賢い。だからキングなんだよ。うん、だから雑魚たちを喧嘩させてね、雲の上から高みの見物だよ。あれが一番賢いんだよ、頭いいんだよ一番。うん、言い雑してるだけだよね。あれが正しい配信の仕方、頭いいんだよ。バンにもなんないでしょ。うん、一番いいとこ取りして全部みんなバンになって配信落とされて、最後に生中継したり実況してたゼロワンが総取りだ。うん、ゼロワン行かないよ。うん、あまりにもハトがうざいからそれ拾うでしょ。で何って行かねえけど一応見てみるかみたいになってね、見てただけじゃん。あんなの行かなくていいんだよ、わざわざ。あんなさ配信者だらけのさ現場なんか行きたくないよ、あんなの。うん、もうキャスバーやんか、あれキャスバー。キャスバー見てるみたいだわ。なんか昔からふわっちさん見てる人わかるでしょ。昔からふわっち見てる人は、うん、いや、キャスバーよりひどくなるかもね、この後ね。まだ警察何回目、今2回目ぐらい。キャスバーめちゃくちゃ呼ばれてた、警察毎日来てたで。どうなった、キャスバーどうなった。安く値段設定してね、いろんな配信者来て事件起こして、最終的にキャスバーどうなった。まあ秋子ママの店は月曜日だけ開放してるからだけど、あれが毎日毎晩続いてみろ、どうなった。潰れたよな、潰れたよ。うん、最初はさお客さん入ってるからに見えるよ、配信者さんいっぱい来るから、あ賑わってんなあそこのバーね。最終的に潰れたで、しかも借金背負ったで、めちゃくちゃ6ヶ月分ぐらいテナント料払ってなかったで。まあ一月30万だとして、うん、6ヶ月として180万ぐらいか。いや、もっと滞納してたな、高橋さん、めちゃくちゃ滞納してたね。うん、ニッキーさんって分かんない、ちょっと誰ニッキーさんっているの、ふわっち。高橋さんね、金持ちじゃなかった。うん、あれバンナルで、マジで。あ、養分まだ見バレらしいで、高橋さん MY ニッキー。あ、それがニッキーって言ってんの。MY 君だったら分かる、ニキはちょっとあの名前通ってないで、多分ニキは。 MY だったら名前通ってるけど、ニキは知らんで、みんな多分。うん、そこまで名前浸透してないで。何なの MY ニキって、なんでニキなの、兄貴なの。
うん、分かる人いる？ニキで分かんねえで、フルネームニキなの？え？兄貴ってこと？37なんだ。 MY ニキ、なんでニキなの？ああ、 MY 君と相撲したよ。だけどあの子も負けず嫌いだから、打撃やったら負けへんでって言われた。打撃やったら相撲は負けだけどって。 MY の兄貴は違うで。え？ MY の兄貴、あ、ニキは兄貴でネキは姉貴って、俺初めて知った、ネット用語だそれ。ニキは兄貴なんだ、でネキは姉貴ってこと。 MY 君が今すごいよね。なんか MY 君ってMK 君のちょっとイケメンバージョンみたいな。なんか神戸の人ってそう喧嘩っ早いの、なんか似てない？ MK 君に、なんかキャラクター似てない？ MK 君見てるみたい。なんかそのうち映画になりそう。うん、弟なの？絶対違うよ。えぇ、ーMK 君の弟なの？ MY って違うでしょ。兄貴がナチ君でしょ。気性荒いよ。兄貴ナチ君で弟が MK 君でしょ。弟、その弟が MY なの？違うよね。3兄弟なの？違うでしょ。え、弟？なんか弟いるって聞いたことあるけど、なんか三兄弟って聞いたことあるけど、違うの？あ、友達？ MK 君の友達？あ、だからなんか似てるんだ。なんか似てるよね、雰囲気っていうか、やからっていうか、うん、ちょっと喧嘩に自信があるからさ、ちょっと生きちゃうっていうか、ちょっとね、うん、喧嘩大好き。イキリスト MY 太郎、バンじゃないでしょまだ。でバンなるで、案内してたら。相談があります。どうした南郷さん、341どうした？ MK 君も A 番になっちゃった。いや、あの子はモテると思うで。うん、イケメンだし、スタイルもいいし、声がいいでしょ。 MY 君のあの子はモテると思うで。うん、やっぱギャルが寄ってくるね、ああいう系は。うん、結構イケボなんだよね、声がね。うん、見るせいでしょ。うん、どうしたの？341だ、何だって？相談どうした？老害だけど大丈夫？341号さん、うん、何相談がありますって。ないの相談？ニッキーのリスナーさんに粘着されてる。どうした？あれです。どうしたどうしたどうした？ MY40 手前？いや違うでしょ。4、あ、37か。そうかそうか、37。初コメされやす。最近始めたんでアドバイスください。まず名前を変えようか。名前かはまずいわ。か、うん、ホワイトプラス、うん、かはちょっとかさになっちゃうから。おい、かって言われちゃう。名前がもうちょっとなんか自分のさ、飼ってるペットにつけるような可愛い名前なんかない？自分でそこはね、覚えてもらえるような、みんなに愛されるような名前がいいよね。うん、顔出ししてるのもったいない。名前を川、あとプロフィールのサムネイル自分の顔にするとか、覚えてもらえるようにしたい。うん、表札だからね、自分の名前と顔覚えてもらわないといけないじゃん。もうここでさ、今せっかくアカウント出してくれたわけじゃん。でそれが女かも分かんないし、男も分かんない。で名前もかでしょ、覚えてくれないよ。せっかくアカウント出して顔出ししてるのもったいないですよ。うん、名前なんか考えた方がいいですよ。
うん、あと可愛いサムネ、自分のよく撮れてる、あのほら女優ライトとか当ててさ、綺麗に撮って自分の顔分かるように、うん、政治につけます。まず男か女か分からないですね。どっちですか。性別分からないですね。どっちだ。プロフィールも何も書いてない、うん、プロフィールも何も書いてないよ。女、あ、な何歳ぐらいの、何歳ぐらいので、 顔写真なんか貼れないですか。せっかく顔出してんだから。あ、じゃあおばちゃんか。秘密ってことはおばちゃんだ。30後半だわ。40超えてるな。 まず顔を変えてくれない。顔をプロフィールの写真、それをちょっと変えてほしい。そうじゃないとイメージが全然わかない。プロフィールもちゃんと変えてほしいね。どういう人なのか、まず自分の自己紹介を書かないと、自分を知ってもらわないと。まずいろんな人に、あ、この人面白そうだなって、プロフィールで、あ、この人のちょっと配信見てみようかなって思わせるような、もうワクワクさせるような、あのプロフィールね、それ書かないと。うん、多分これ本垢なんでしょ。多分ホワイトプラスだから、書から始まる。まずあの写真を変えてきて、話はそれからね。何にもイメージわからない。うん、写真変えてきて、話聞かないよ。これ写真変えれるでしょ。顔出ししてんでしょ、うん、よく分かるやつね。あの加工とか使わないでね、あんまり、なるべくフィルターだけかけてね。あのダメだよ、あのスノーとか、あのクマさんみたいになっちゃうの、犬とかになっちゃうのダメだよ。ベロ出してるやつがダメだよ。ああいうのダメ、うん、寒い、うん、アーリン、私です。これアーリンさん、アーリン、アーリン、あれ、あー、も、桃亀前の、違う、あ、違うって。カさんちょっと変えてきて。この人もなんか最近、なんかアーリンさんも配信頑張りたいって、なんか風の噂で聞いたけど、配信頑張りたいって、 Z 界に入りたいって、うん、あ、粘着されてる人、粘着、誰に粘着されてるの、アーリンさんは誰。あのね、主語実語ちゃんと書かないとわからんよ。今主語実語、アーリンさんが MY のリスナーに粘着されてる。ブロックしたらいいよ、ブロックしたらいいよ。そんなの簡単だよ。だって MY 君だったら、配信者だったら粘着されて、毎日誹謗中傷の配信されたら困るよ。嫌が、嫌だよね。 MY 君のリスナーさんでしょ、ブロックしたらいいよ。そのためのブロック機能よ、新機能もだよ、ついてるよ。うん、他で悪口書いてる人いたら、その人もブロックできるよ。わかるでしょ、そんなの誰だって。何を言ってんの、新機能オンにしろよ。そんなの簡単だよ。はい、次の方、次の方、うん、ねえ、 そのための機能やで、ね、アーリンさん、うん、あったかけかね、今ね、春だから桜も咲いちゃうよ、そりゃ。次の方いますか、うん、部長山田リスナー&2期、粘着しているアラフィフレイチョン、死ねと言われています。お前が死ねでいいじゃない、お前が死ね、うん、解決。はい、次の方、はあ、はあ、うん、ブロックの前に一回お前が死ねって書いてから、まずトイザラス行って、この銃を買ってきて、これで終わりだよ、これで終わり。これで終わりだよ、うん、永久ブロックだ、うん、次の方どうぞ、うん、
ブロック機能をうまく使いなさい。うん、それがフワッチだからやっぱり。うん、やっぱそういうやついるよ、ずっと粘着するやつ。うん、あと母さんちゃんとあのサムネ変えてきてください、プロフィール画像大事ですよ。あとは不発で何がしたいかにもよるよね、その加算が。うん、儲けたいのか、ただ趣味でやりたいのか、うん、出会い中したいのか。大体不発で配信する人ってのは3種類ぐらいいるから、趣味でやってる人、稼ぎたい人、うん、出会い中したい人、この3パターンなんですよ。3個ね、全部叶えようと思ったら無理よ。どれか1つだったら叶えられるよ。うん、もう特化すればいいだけだから、それに俺はもう稼ぎたいだけだから、もうイベント重視、うん、有名になりたいとかそういうのない今はね、うん、俺は金だから。閲覧とか400人とかバカにされるんだけど、あの全然聞いてない。なぜならマンスリッチだから。そう、俺は金を稼ぎに来てるから、はっきり言わせてもらうけど、な、閲覧がどうとか関係ないんだよ俺今。税金払うのは大変なんだよ。うん、閲覧400関係ないもん。うん、ありがとう配信で400人いたらもう全然20丸だって。ありがとうしか言われんだね。それを見てくれてる人が400人もいるんだね。はたやあの他の枠でもう喧嘩だなんだとか言って1000人2000人いってる、ルイージ別れ芸2000人いってる、全然関係ない、ね。うん、じゃあアイテム上がってますか。うん、やっぱりアイテムで、うん、僕あの皆さんここに配信者さんいる、配信者さん、あの僕すごい大事なことツイートしたよ、見た、大事なことツイートした、見た、見てる、うん、見たらちょっと目通しといて、これすっごい大事なツイートしたよ。うん、見た、なんて書いてあった、これね、見てない人のためにじゃあ言います、これ見ますね、これです。そう、四つ葉のクローバーです。この無料アイテムを三つ葉のねクローバーに例えました。その中に爆投げ師さんって絶対いるんですね。その爆投げ師さんは四つ葉のクローバーです。幸せをね見つけるの、配信中イベント中はクローバー畑にいるの今、クローバー畑に。で三つ葉ばっかり、ほとんど三つ葉ばっかりね、三つ葉ばっかり。四つ葉のクローバーどこだって探すのがイベントなの、わかる？アカウントだけで四つ葉のクローバー見つけるのよ、それがイベントよ、わかる？幸せをつかむの、わかる？書き分けるんだよ、無料アイテム全部。ありがとうございます、ありがとうございます、チャンネル全部見るよ。これ三つ葉かな四つ葉かな、三つ葉、うん、四つ葉臭いな、うん、わかる？これがマンスリー1位のやり方、わかる？ OK、 羽ペアリダス、これ全部全部見るんだよ、これ全部見る。この人四つ葉のクローバーかな、あ、これサブアカステアか、違うな、うん、わった。だから喧嘩とかやってる場合じゃないんだよ、あの酒飲んでバーとかで暴れて。うん、何がしたいの、不発でみんな金稼ぎたいんじゃないの、閲覧だけ欲しいの。閲覧だけ取ってもリスワンで1枚しかもらえないよ。何が必要、フワッチ、アイテムでしょ、金持ち大好き、うん、心に余裕ある人、お金に余裕あるよ、 OK、 そう、もういいんだよ、あの閲覧とか気にしなくて。ナイスやってる人は好感度が必要だよ、アイテム閲覧必要だよ。そしたらもう好感度取って閲覧取りに行かなきゃいけない、ナイスやるんだったら。うん、大変だけどね、ナイス1位取るの一番大変なのはやっぱナイス、ナイス1位が一番大変だね。うん、めちゃくちゃ大変だね、ナイスは金じゃ買えないからな、ナイスはな。だ一番褒めてあげなきゃいけないのはナイスだね、ナイス強い人。もう毎日ナイスください、ナイスくださいって言ってるとかそってくるしね、すごいバランスが大変。こう閲覧も取りに行かなきゃいけない、でも好感度も取りに行かない、だいたい閲覧が多いとこって炎上してるからめちゃくちゃ難しいのよ。そう大変だよ、うん、
イベント1位になるのも大変だけどね、めちゃくちゃ。うん、そう、もう全逃げ場です。僕はね、今ね、すごいでしょ、見て、今2位ですよ。この前イベントをぶっちぎって1位で、今あの天下のゼルワンさんにたったの40万ポイント差ですよ。うん、すごいでしょ。うん、全逃げ場です。だこれをオワコンって言ってるやついるんだけど、オワコンなの？僕はマンスリー1位だよ。オワコンなの？うん、オワコンがマンスリー1位っておかしくない？うん、いや初めてよ、このアカウントでね1位取ったね、マンスリー。うん、オワコンじゃないよね。うん、すごいでしょ。やってみなよ、じゃあ自分がやってみなよ。マンスリー1位取れるの？うん、俺にオワコンって言って言う人は俺より上のやつね、マンスリー。うん、できないでしょ。やってみた方がいいよ、大変だから。俺にマウント取れるやつは俺より、俺を超えた人間だけ。うん、無理でしょ。俺にオワコンって言ってるやつはゼロワンとかパルちゃんとかね、ヨッサンとかそういう人たちだけだよ。うん、だからリスナーさんだったら僕のこと言えないよ、絶対。やってないんだから、俺を超えてないんだから。そうでしょ、もう配信者でトップクラスの配信者だけよ、こんなの。俺にオワコンとか言ってるやついたら、うん、誰だオワコンとか言ってるやつ、ぶち殺すぞ、マジ打ちまくるぞ、マジ。あ、配信も一回もしたことでね、リスナーだか、これ。なるほど、やってみろよ、お前、同じこと。ああ、うん、241号さん、そろそろもう打っちゃうよ。ずっと連投してる。ずっと連投してる、あなた。頭湧いてんの？もう打つで、241、そろそろ。いい？もう見たくないってこと？ずっと連投してるで。告していいの？241消えてもらうで。いい？いい？もう打っちゃうで。おい、さっきまで連投してたんだから返せよ、返せよコメント。おい241号、お前なんで黙っちゃうんだよ、なんで黙っちゃうの、書いてこいよ。弱いのお前、もう上等だよ、ブロックしてこいよって、書けよ。なんで書けねえんだよ。あ、ちょっと待ってください、助かったな。はい、助かったな。おう、気をつけろよ、てめえ。なやろ。なあ。いないんだろ、たぶん。ハネピアです。ありやす。カさんはもう、たぶん、レスポンス、遅いから、向いてないかも。配信自体向いてないかも。やめた方がいいかも。やっぱレスポンスで遅いやつダメだよ。どの世界においても無理。おかえりー。向いてない。やめた方がいい。趣味でラジオ配信やってたらいいんじゃない。うん。おかえり。ハネピアンです。なんで分かったの？七チキって。七チキなんだよ。七チキ。
七チキのさ、これさ、胡椒のやつじゃない？胡椒のやつでしょ。ノーマル？アラジン来た。あ、アラジンおかえり、ここ。あ、リンゴちゃんありやす。ありがとね。小さい。子供のあるでしょ。あるよね。俺子供の食っちゃってるこれ。いい？羽ペアリです。ありやす。いっぱい来た、羽ペンが。怒ってる、なんで？え？え？あ、レーザー銃で遊びたいから、俺と俺と、え？約束した。遊んであげてよ。配信気になよ。始めたばっかりだね。1時間だね。これさ、なんで切って切ってっていうのこれ。イベント3位の人じゃないこれ。総合3位の人、それかカテゴリー2位の人。これりんちゃんのリスナーさん、これ叩いてんの俺を。配信切って、え、子供かわいそう。父親になりたいですね。父親に、パパになりたい。かなかな、神戸来るの？来るの？神戸来るんだったら、うちの子供ヒカキンの大ファンだから、明日ヒカキンと会えるって言って、ちょっと外連れてくか。うん、あ、東京じゃない、神戸。ありやす。やめなきゃいけない、やっぱダメか、やめる、やめた方がいいですか。あ、お兄ちゃん帰ってきたから、あ、じゃあそれちょっと俺つけさせて、準備だけするわ。どれ貸して、どうすんのこれ。これをどうしたら、頭につける、あ、胸につけるのか、胸に。これで、あ、ここを狙って撃つってこと。うん、で、これで
電池はどこに入れるのこれ。あ、ここさ、これいるわ。ちっちゃいプラスドライバーいるわ。精密ドライバー入れる。これないと電池入れられへんわ。これあるある、あるから、ある、あるし、やめて。これなんでそんなパツパツになってるの。だこれつけないと、だって遊ぶんでしょ。嘘でしょ。これつけないとね。これ、これを狙って撃つんだね。だってお互い、え、これ体重のないの。体重みたいな。ないよ。それな、これでちっちゃな幅いけるの。いけるよ。嘘でしょ。うん、ペースメーカーじゃないよこれ。ここ狙うのよ。撃たれたらポイントが減ってくるの。ちょっと近づいて、これ、うん、もうちょっと、これすんごいパツパツなんだけど。当たったらスコート10回しないと。そう、的的、当たったらスコート10回って罰ゲームできるの。できないやつ参加せんとって。できる。これでサバイバルゲームします、子供と。集中。音が鳴るんじゃん、撃たれたら。多分集中、多分目で見える、レーザーは見えないんだよ。でちゃんと狙うんだよ、こうやって。今いいから、はい、集中。ここ取って、うん、音が出ればいいな。これ電池入ってないから音鳴らへん。しーちゃんチームいないもんね。うん。こんな感じですね。今流行ってる、子供たちの中で流行ってるこのゲーム。コロナ禍でね、今どこも行かないでしょ。だから家の中でできるゲーム、これです。これ8000するんだね。これ銃2個入って8000だね。なんて名前？ちょっと箱持ってきて。なんて言うの？レーザークロスシューティング X。うん。8000円。これね、もう一個あるのよ。もっと銃じゃ、ちっちゃいやつ3000円だった。で、俺高いやつ買ってあげた。8000円する。うん。コストコに売ってた？これ？嘘。これバンダイ、どこだこれ。メガハウスっていう会社。対象年齢6歳以上 OK。 うん、うん、2個入ってて8000円で、こう的つけて、で相手も的つけて撃つわけよ。で当たったらポイントが減ってくんだって。どこにあるんだろう。ゲージが減ってくんだって。これかな、多分ここかな。ここに多分ゲージがついてて、で多分ここがスピーカーになってるわ。音がするんだ。うん、昼間でも大丈夫。あの光は出ないのよ。結局乱れ打ちして当たったらバーンってなって、あの光んねんな多分。うん、これお股につけるの、これを。これお股に違うでしょ。ここでしょ、胸でしょ。今電池入ってないから音が鳴らない。うん。しかもここヘッドホン入る穴があるわ。ヘッドホン、ヘッドホンつけてどうするんだろう、こんなところに。イヤホン、イヤホン入る穴があるで、ここに。電池だからあれがないのよ、このプラスドライバー、ちっちゃい。ここに電池入れんのよ。こんなんつけんでええのにな、おもちゃに。これついてるやつ多くね、これ。いらなくない。前昔こんなんなかったで、こんなん。めんどくさいお父さん、こんなん。いらんよな。爪でよかったよな、普通にカチンって。ネジいらんよな、マジで。ネジあるの。うん、ご飯とかあるから。6時前、うん、大丈夫だった、うん、大丈夫だ。言ったよ、名前言ったよ、何回も言ったよ。レーザークロスシューティング X。
レーザークロスシューティング X、うん、流行ってるよ今ホワイトデーだから。あ、見てホワイトデーお返しこれ何それ、着てみてみっちゃんにプレゼントホワイトデー、そうこれ、うん、これ誰だ、あれこれ誰だ、相互フォローだ、あ、ママか、あ、買ったスタビあんまよくねんで、あれママあんまよくねんで、ママあんまよくなかった、ごめん、 また新しい店紹介するね、あんまよくなかった、この縦の動きがないのよ、あれあのスタビ横だけなのよ、横だけのブレは取れるんだけど これが取れないのよ、そうもうグニャングニャンしないと無理なのよスタビって結局こう 3D じゃないと、横だけだったのよ、これがなかったのよ、ちょっと失敗したあれ4000だった、ごめんねママ、うん、普通の三脚車使っていいよあれは、うん、跳ねあれです、ありがとう、ちょこれ3つほら広げて見てよ、なんで広げようとしないのこれ、あんま嬉しくない、着てほしい、着てほしい、どんな時に着るの、いやどんな時って、まあ、ありがとうね、コンビニ行く時パジャマでもいいし着てほしい、ちょっと今、うん、今着てほしい、でみんなに見せてほしい、ネジ巻きたいんやけど、うん、一回ちょっと T シャツ着替えて、うん、着てほしいよね、せっかく蝶々でもいいからね、これで外出かけようよ二人で、あったかくなったら、うん、ありがとうございます、はい、ありがとうございます、いやもうこのサイズ売ってんのよ、この T シャツ売ってんの、うん、あ、蝶々着てほしいって、蝶々蝶々もうあったかいもんな、サイズがどうだろう、 S なんだけどどうだろう、でかいかな小さいかな、どうだろう、小さい大きい、すごい怖いねこれ、何がリアルじゃない、リアルだよ、これは LL XL、うん、これ結構でかかったのよこれ、これは2XL だ、これ 2XL だからでかいんだ、これが XL なの、あんまりでかすぎるとあれかなと思って、太って見えるかなと思って、そうザードじゃないよ、ザラなの、ザラの Z、 これザラですって言ったらザラに見えるでしょ、うん、こんばんは、ありやす、そう皆さんも売ってるからねこれ Amazon で買います、どうですかみっちゃん、どう着た感じ、どう普通、あ、いいじゃん、パジャマでいい、あ、いいじゃん、外には出ないよ、ほらいいでしょ、かわいいじゃん、ほらホワイトデーのお返し、ありがとう、怖くない、でも見て、怖くない怖い、ありがとうね、うん、あ、Z のやつも来てほしいって、一緒じゃない、 Z のやつ一緒やと思うけど、 Z のやつ来てほしいって、そう、あ、ちょっと来て、ホワイトデーのお返し、やだやだこれ、ホワイトデー嫌じゃないね、可愛いよ、うん、なんで、何を思ってそうこれ買ったの、え、だってミツは俺のリスナーじゃん、
だからじゃあみんなにあげてよ。みんな欲しいこれね。欲しい、みんな欲しいよね。配る、オリジナルじゃないけど普通にさ Amazon で売ってるやつなんだけど、配るじゃんリアとツバチで Z 配る、ちょちょと、うん、どっちがいい、欲しい、あ配るか。じゃあ女の子はチョウチョの方がいいんじゃない。欲しい人 Amazon で買える。まだ着れそうやね女の子、これちょっと古いやし、うん、可愛くない可愛くはないと思う。可愛くない嘘、ありがとう。じゃあ Z 着て、みっちゃん着るの？うん、Z 着て。昔さ109のギャル服にさ蝶々をモチーフにしたとこなかったっけ、コクルルだったっけ、なんかあったよね、かわいい蝶々のさ T シャツとか服とかあったよね、なんだっけね、思い出せねえんだよな。前あったよな、大昔109に蝶々のさモチーフにしたギャル服、なんだっけな、あカパルアだっけ、カパルアの T シャツかわいかったよね、蝶々のね、みじんじゃない、カパルア、カパルアだわ、あればじゃない、ミジェも可愛かったね、袋もね、うん、カパルア、あの蝶々デザインすごい綺麗だった、カパルア、カパルア、ココル、ココルル、アナスイ、カパルア、カパルア、めちゃくちゃ可愛かったね。知ってる？カパルアの T シャツ好きだった俺、あれ自分で今 着てみたいわ。知らん、どうですか皆さん、 Z サイズはどう、こういうのはあかっこよくない、似合うよ、あザラに見える、プレゼント、プレゼント、嬉しい、どっちが可愛い、Z、蝶々かな、蝶々が可愛い、うん、Z はシンプルすぎてシンプル好きやけど Z ダメ、じゃあね、バイバイ、ありがとうセイちゃん。カパルア当時流行ったよね、カパルア、これ知ってる、これミス知らないだろ、カパルア32歳だとどうなの、知ってるの、これ40代のおばちゃんしか知らないか、知ってる、今の若い子知らないか、これカパルアって知らん、こんなん知ってる、知らない人いるわ、うわ嘘だろ、カパルア知らねえやついる、めちゃくちゃ流行ったんだこれ、知らんの38で知らない、俺この蝶々のデザインめちゃくちゃ好きだったな、 T シャツめちゃくちゃね可愛かったよ、今でも好きだね、デザインがすごい綺麗な色使うんだよね、カパルは知ってる38、あーし鈴川知らないな、だからその時ギャルと付き合ってたから言ってた、ラブボートとか、ラブボートとか、あの渋谷の109のラブボートまだ覚えてる、入り口にさこのテーマパークとかによくあるさガラ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 ってそう押して入っていったよ、ガラガラってあの人数数えるやつ、うん、ラブボートあったでしょ、あれガラガラって、なんだこれ、入るたびにこれ棒が3本ぐらいついててさ
回転させて入るのよ、人がこうやってガラガラッ、うん、ココルル言ってたで俺、ギャル服待ってただよ外で、早くしろよって、なんだこれって、109ってこんなとこ行きたくねえよって、ミジェンな、ミジェンの袋みんな持ってたで、あれあの白い白いお花のミジェン、あみんな高校とかに持ってきただで、この袋みんなこれ、これ何これ、みんなこれやで、ビニールの袋、これなんなんこれ、ミジェンの袋かわいいっつって、これあとエゴイストの袋も、エゴイストの袋イキリストみたいだけど、エゴイスト、これオレンジとかあったよ、エゴイスト、ティアラ、これや俺持ってた、これこれエゴイストの袋、うん、アルバローザあんま持ってなかった、アルバローザやばいだろ、モロギャル、これな、これみんな着てたで、これこれみんな着てる、これうん、めちゃくちゃ高えのこれ、今も流行ってないでしょ、うん、高いぞこれ、みんなこれ持ってた、これこの袋みんなこれ、アルバローザのメンズバージョン、マイタネとかの知ってる、知らないでしょ、マイタネ、うん、メンズバージョンあったで、マイタネ知ってる、なんだったのマイタネって、うん、知ってる、巻いたね、すげえ人気だったな、みんなこれ20年前これやで、渋谷これ、この中にミツがいます、探してください、ミツを探せ、どれミツ、ミツどれ、みんなこれやで、エッグえ、ミツも来てたんだろ、ミツギャルだったんだろ、え見してみろ、18歳の時のミツ、18歳はもう、うん、ギャルじゃないの、じゃ16歳ぐらいか、ギャルだったんだろ、ヤマンバ、黒ギャル、今が一番黒い日焼けで、許せないね、このギャルは汚いね、うん、昔のみっちゃん見てみたいな、ないのみっちゃん、このお家にはない、ない、探してほしいやん、携帯がさ全部壊れてってるから学生時代見たいね、あこんにちは、ありがとうございます、ヤマンバな、めちゃくちゃいた、今その当時ヤマンバだった人何歳になってんの、40代でしょ、40代ババアだよね、当時さ黒が可愛いって言ってて日焼けしちゃったでしょ、今ババアなってシミだらけになってるよ、後悔してんじゃないね、昔焼いてたからね、すごかったよ、もう流行ないでしょ、ああいう時代ってまた巡ってくるって言うけど、
竹の子族とか、もう流行んないでしょ、もうみんな白でしょ。うん、ガングロとか流行ってんの、もうなんなん、うん、シノラとかよ、アムラとか、あ、ルーズ流行ってんの、またチョベリバナ MK5、 小学生がガングロ流行ってるの、マジで。 MK5 分かる人いる？分かんない？ MK5 マジ臭い5秒違う、マジ切れる5秒前な、臭いじゃないよ、マジ切れる5秒前、知らない？マジで切れる5秒前、 MK5 だよ。あ、マジで恋する5秒前だっけ。あ、恋どっちなの。俺切れるで教わったけど、お前マジ切れそうなんだけど、マジ MK5 って言われたことあるよ。え、違うの MK5 って。それは広末涼子だよ。マジで恋する5秒前は切れるで合ってるよね。恋するどっちだよ。広瀬涼子の歌、そう、キレるで合ってるよね。マジでキレる5秒前で合ってるよね。 MK5 って、恋するは広瀬だね。 MG やで、マジキレ、いやマジキレじゃない、マジでキレるだから、マジでキレるってことを MK だから、で5秒前だから、マジ MK5 なんだけどって、あの先生、先生マジムカついたよって。あっていうね、あ、切れるが先で広瀬が後で出したんだ。マジで恋する5秒前、なるほどね、便乗なんだ広瀬涼子が。加賀サムネ変えた、どこにいるの、いるの、コメントしてんの。あ、違う配信のコメントした。まあ売れないよ、あの子は。うん、これカレーパン。うん。あ、TikTok からいらしい。うん。見てくれた。あれ、もう8000回ぐらい見てるみんなね。全然バズんないね。TikTok 難しいよ。どうやったらバズるの？うん。これセブンイレブン。まあまあ辛いね、これ辛い。なんか キーマじゃない、これキーマっぽくない。あ、東京ね、いつ帰る。うん、そう、店内で作ってる。善一くんそんなバズってる？俺見たけどバズってなかったで。バズってんの？俺見たけど。善一くんのアカウントでしょ？バズってなかったで。四つはまだ部屋ある、ある。ポスト見に行かないとな。嘘だよそれ。俺見たよ善一くん。絶対嘘。これでしょって全員つって。11.1K だよこれ。100万じゃねえで。削除された？どういうやつだったの ？11.1K しか書いてないで。焼肉ファイヤー、焼肉ファイヤー見てないわ。何さんそれ。ホルモン
前日焼肉ファイヤーでバズってる。火薬のやつがバズった。火薬さん、ホルモン運営から強制削除。前日がモツを焼いて火事になった。マジで120万再生。マジそんなやつあったんだ。あ、火薬じゃん、火事ね、火事、火事か、火薬に見えちゃった俺。火薬、火事が火薬に見えた。火事になったの、うん、ハネピアネタ。ハネペンナイス、ありがとうございます。どうなんだろうね、もうちょいのこれ。もうフワッチばっか見てるとそう見えてくるよ、マジで。ハネペンです。エンジョイニュースやってた、あの全員作るのハネピアです。ありがとうございます。東京いつ帰るかね。うん、そんな燃えたやつあったんだ。あ、全員作るな。で昔はすごかったんだよ、前日くんは。もっとすごかった。あのね、やっぱブームがあったのよ、FX の。みんな FX バズってたよ。うん、1000人、2000人とか集めてる人いた、FX で。名前忘れちゃったけど。うん、ニコ生の人だったね。あ、フリーズさんなんだけど、配信者でもいたのよ。あの FX の配信者で。なんていう名前だったっけな。すごいバズってたよ、FX。みんな金かけるからね、やっぱり。うん、なんつったっけな、どう忘れちゃった。ここなんとか、ココルル、違うね、ココルルじゃねえの、なんだっけな、どう忘れちゃった。ココルルじゃなくて、なんかカタカナの人かな。すごいよ、知らないか。なんつったっけな、一世風靡したで、一時。その時やっぱ前日くんも FX やってたから、うん、そうそう。リズリサじゃない、リズリサな、リズリサ好きなやついたわ。リズリサなんかね、ツイキャスやっててね、なんかギャルに絡まれて、リスナーか配信者かわかんないけど、青森になんかリズリサがあるからそこまで連れてけとかわめかれた時あったわ。うん、リズリサってなんかあれでしょ、あのカレンちゃん系でしょ、ピンク色のリズリサ、なんか独特だったな、リズリサ。うん、みんな来て、あ、ブリブリのね、リボンついて、あ、メンヘラ系か、もう初代メンヘラ系、姫系、そうそうそう、カレンちゃんみたいな。苦手？リズリサ女。いや、やっぱリズリサ着てる子はやっぱこう、これ多いね、これ多い、だいたい傷入ってる、リズリサ着てる子。イカ焼き、うん、リスカリスカ、うん、ピエン系だね。今ないんでしょ、もうリズリサ地雷だよね。いやー、どうだろう、あんまりかな、恥ずかしいかも、あれは。一緒に歩けないかも、ちょっと。うん、姫系でしょ、きついね。まだあるの？あ、でも昔とはちょっと違うんじゃない、やっぱり変わったんじゃない、姫系じゃなくなったんじゃない。ハタレスタ、あ、ハレピアリです。うん、セシルな、マクビーな、セシルマクビー、サシセシル&マクビーな、うん、ちょっとかっこいい系な、黒でな、はい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 、
なんか黒い馬がいてな、セシルの中にな、黒い馬が、人形かな、うん、綺麗な馬がいいんだよセシル、うん、なんだこの馬は、黒いのすごい、あの本当に実物大ぐらいの大きい馬がいて、店の中にずっと馬見てたわ、すげえなと思って、これ家に欲しいなと思って、うん、セシルはデブは着れない、うん、まだあるんでしょセシル、うん、いや馬が飾ってんだよ、馬の模型っていうか模型よ、ツルツルの馬が中に黒い黒い馬体の真っ黒い馬がこう立ってるのよ、かっこよくこう、うん、倒産した？マジで？うせやん、マジ？ないの？セシルスポーツブランド、はやさん、家内、カッパ、カエパセシルデブでも着れんの？マジでやばいで、セシルはでもかっこいいで、あれ潰れたんすかセシル、うん、時代は変わるねやっぱり、うん、ラブボートとかな、ココルル、ミジェン、うん、そこで働いてたら、一回でも働いてたら武勇伝過去の栄光として言ってくるやついるんだよな、あそこで私働いてたの、今ババアだけどいるんだよ、私あそこで一回働いてた、可愛いでしょ、うん、さっき言ったでしょ、私あそこで働いてたことある、ババアだけど今いたでしょ、いるんだよ、あリアルでもいたもん、あそこは私働いてたよ昔ね、うん、うん、過去の栄光ね、うん、今ババアだよ、当時はギャルだったけど、まあまあ可愛かったんだよ私っての言いたかっただけなんだよ、うん、今ババアだけどね、相手にさないけど誰もいるんだよ、うん、俺もたまにエッグが立ち読みしてた、うん、ほんと怖いね、ほんとに時間が経つとね、どんなギャルでも可愛い子でもババになっちゃう、男もねジジイになっちゃう、それが今40代迎えてました、ずっと永遠の20代かなと思ってたけど、まあ、早いね、30超えてから早いね、一気に40来ちゃったよ俺、この前さ成人式迎えたかなと思ったけど、もう40やで、早い早い、もう42やで、5月で、早すぎるよね時代って、時間って経つの早くない？もう気がついたら結婚2回してたで、うん、早いわ、もう若いうちだけやで、ほんと羨ましいで、若い子が何でもできるでしょ、資格も取れるでしょ、ねえ、これから二十歳の人とかっていろんな人と付き合うでしょ、女の子とねえ、男もさ、何人のねえ別れがあるか出会いがあるか、うん、出会う人が多い人はやっぱりいろんな人と付き合うよ、出会う人が少ない人はその人だけ愛するよね、やっぱり環境で変わるよね人ってね、周りのモテない人はさ、もうその人だけでずっと、うん、他に目いかないから、なんで何回も付き合ったり別れたりするかって言ったら、出会いがいっぱいあるから、あこの人じゃなくても別にいいんだけど、うん、他にいっぱいいるんだけど、あなたよりいい人いるんだけど、そういう環境に置かれてるとやっぱり出会いと別れっていうのが多くなる、必然的に、そう、 うちのお父さんとお母さんはそういうのなかった、出会いがないから、昔の人から SNS とかないから、今の時代ってやっぱ SNS がすごいでしょ、うん、だから出会いがいっぱいあるから離婚率も上がるわけ、いろんな人と出会うから、うん、ふわっちだけじゃなくてね、いろんなサイトあるでしょ、
いろんな誘惑あるよね、やっぱり。やっぱお金のあるとこに人は寄ってくるし、いろんなやつ来るよ、うん、人を騙そうとしてるやつとか常にね、あこいつ金持ってるわ、どうやって騙して取ろうかなとか、そういうの考えてるやついっぱいいるよ、ゴロゴロいるよ、マジ靴しかいねえで、特にフワッチはね。だから今日だってまた炎上してたよ、また600万だったよ、カジュマルランドさん。なんでフワッチって600万なんだろう。タカシもリコリス600万、この前も600万で、 俺も中田会長にもらったポイント600万ポイント、カジュマルさんも600万。なんだろう600万って、フワッチにまつわるのこれ数字。600って何、このパワーワード。全部600万じゃなくて被害に遭った人とかって、何なん600って、600の法則何なん、呪い、何が600万。だから今日炎上したじゃん、なんかカジュマルランドさんがなんかリスナーさんが誰か660万なんか詐欺られたとか、悪魔の数字なんこれ、イルミナティなの、何なんこれ600万って。え660万だって、そんな詐欺に遭う、600万も貸してくれって言われて返さない、なんかよく分かんないんだけど、このカジュマルさんに関しては借りたのかあげたのか分かんないんだけど、リスナーさんから詐欺詐欺詐欺って言われてるでしょ、何の詐欺か分かんない、なんか言葉濁してたらしいけど、ちょっとカジュマルさんの枠見たけど、え詐欺してないよ、会長も中田会長もね、あの累計見たら最後見たら600万ポイントだった。だから600万投げたわけじゃないんだよ、倍も入ってるから、うん、300ぐらいかな多分、うん、ひどんなさんと仲良かったけど割れた、カジュマルさんがひどんなさんと喧嘩してた、え誰がカジュマルさん、ひどんなさんと喧嘩する、ひーちゃんと、なんで喧嘩すんの、あんなひどんなさんだから切れる、投げしとった、投げしたんがどうやって取るのよ、取り方あるんだって教えてよ、俺も取りたい、あー心霊配信してたの、奪った、どうやって奪うの、どうやって5個投げらすかい、あ、カタカナが当たるやつ、配信者のどうやって奪うの、投げ石を取るってよくわからん、誰に投げる、まあ自由だよね、投げ石を取った、俺だけに投げてよって言ったの、色濃い、じゃあ、ひーちゃんの投げ石さん女だったこと、カジュマルさん男でしょ、色声かけたの、リリーもゼロワンに取られたって今日イキリスでした、女か、あらららら、そういうのあるんだね、投げ石を取るつもりで近寄ったってこと、ひーちゃんにコラボしてくださいって、二度と会いたくないって、ああそれが目的でコラボしたんだ、あどうだろうね、それって投げ石さんに聞かないと分かんないね、それはどうなん、他の配信者さんとコラボして DM とかちょっかいかけられて寝返っちゃうようなミーハーだったってこと、俺はそう思うけどな、本当にひーちゃんのこと好きだったらそんな色濃くかけられてもね、いかないよね、あとあのね、そうやって撮った人ってすぐ離れるよ、だってコラボしてちょっと DM とかちょっかいかけられて投げちゃったってことでしょ、そんなのまたやるで、その人ただのカマチョになっちゃうで、それその人は、うん、なあ浮気と同じだでそれ、
それをさ、だ取り方によるよ。ひーちゃんとコラボして、ひーちゃんの投げ師さんと DM して、ひーちゃんの悪口を言ってあいつには投げない方がいいよっていうのは悪質だけど、うん、それはやばいけどね。わざとコラボしてさ、投げ師をさ、なんかひーちゃんの悪口言って、あんなの投げてたらダメだよ、俺に投げてよとか言うなったらやばいね。取り方にもよるよね、なんかね。うん、そもそもそのひーちゃんの投げ師さんだって認識しててなんか DM 営業はだるいね。でも、うん、性格悪いね。ちょっとそんなことしたら伸びないで、一時の金だぜそれ。うん、続かねえで、投げる方もだけど、あの配信者的にも、あのそんなことに力入れる暇あったら企画とかねえどんどんやった方がいいで、あのトークとかさ研究した方がいいで、自分の配信を。そんなあの投げ師さんにちょっかいかける暇があったら自分の配信クオリティを上げた方がいいで。続かへんて、一時やで、うん、その時だけバーンって投げられて終わりやで。うん、ずっとは続かへんな、そういう人は。うん、それでひーちゃんと仲が悪くなるじゃん、配信しづらくなるね、ふわっちで。そんなことしたら、うん、ひーちゃんで あんなあの仮想主にもちゃんとコラボとかしてくれるいい人だよね、大手さんの中でも。潰したらあかんで、そういう人脈を。うん、その場の金が欲しかったんだろ、多分ひーちゃんとの人脈とかもういいから、それ金が欲しかったんだろ。そらあかんで、マジで。ふわっちって狭いで、世界が。ひーちゃん NG にされたらアウトやで、もったいないで。うん、信頼なくなったね。やっぱ人脈やで、この世界。リアルもそうだけど、うん、ひーちゃん優しいで、マジで。うん、そういうのそういう引っ張り方はあかんな、嫌われちゃうで。他の配信者さんも警戒しちゃうで。カジマルなんざんざんに人んちの投げさん撮るの嘘でしょ、じゃあもうコラボしない方がいいねってなっちゃうで、孤立するで。うん、やめた方がいいで。うん、そのバレた時ね、バレないと思ったんだろうな、多分な。なんでバレちゃったの、なんでバレちゃったの、誰が言ったのそれ、チクったの。うん、なんでこんな明るみになっちゃったの、それが。ひーちゃんの投げ賞を奪い取ったって。え、その人に600万なの、ちょっと待って、詐欺でなんか言ってんの。600万って何、そのひーちゃんの投げ師さんから600万借りたの。なんでなんで、なんでそれが明るみになった、660万。謎いよね、ちょっと。その人が言ったのかな、本人が、私梶丸さんに660万貸して帰ってこないみたいな。謎だよね、そこが分かってないよね。だから明確になってないな。なんでこんな炎上ニュースに取り上げられたのか。ただあのカジュマルランドのリスナー、アンチリスナーがでっち上げたかもしれない。アンチがね、よくやるんだよこういうやつ。なんかそもそも何もないのに、あの ひどんなのバック投げ賞取ったとか、何でも歯もないこと言ってくるやついるんだよ。うん、職人もいるし、あれです。わかんないよねこれ、なんでこうなったらいきなり売れ始めるとね、やっぱ同期のね配信者が嫌がらせとかするんだよ。うん、あいつだけ売り上がってとか、アイテム上がりだすと、なんであいつにアイテムあんな上がって俺に来ねえんだよって妬むやついるんだよ。あ、本人なの、本人。配信者になる前いろんな仕事して、高校卒業してからまずガソリンスタンドで、パチンコの店員5年ぐらいやって、であとはトラックの運転手、うん、あとは現場、あの交通事故とかでガードレールとかぶっ壊しちゃう人いるでしょ。で保険屋さんから依頼来て、カーブミラーとか、うん、家の外壁だとか、あの要素要素で要所要所で直す工事部隊で、保険屋さんから仕事もらう工事部隊に行って、あそこのガードレール直してくださいとか、うん、あとカーブミラーちょっと
折れちゃってましたとか、あとは市役所からも依頼来たりして、保険屋さんと市役所から依頼来て、あそこのカーブミラーがちょっと古くなっちゃったんで、あと新しいのに変えてくださいとか、カーブミラーとか立ててましたね。ガードレールとかも持ってガチャンってはめて、ぶっといネジ入れて、で施工後写真撮って、そういう仕事してましたね。うん、いろんな仕事したね。うん、あと営業もやったね。富士薬品置き薬の営業マン、あれもやった。うん、結構あるよ、いろんな仕事したよ。あとは葬儀関係ね、葬儀屋さんからお仕事もらって、あのヒノキ看板とかあるじゃん、内々家葬儀式場とか、あと電柱になんとか葬儀式場こちらあちら指差し看板に、あれを電柱にくくりつける仕事とかいろいろあった。うん、仕事は続かないんだよ。うん、でもトラックの仕事が一番続いた、10年ぐらい続いたかな。うん、で長くて、やっぱ一番長くてまあ5年ぐらいか。パチンコ屋も仕事も長かった、5年ぐらい。資格なんかいらないよ、あんな置き薬の。なんでやめちゃうんだろうね。やっぱり俺の仕事はやっぱここじゃねえなみたいな、なんか中二病なんか出ちゃって、やっぱここじゃねえなと、やっぱ社長になりたいなってなって、給料20万でちょっと納得いかないなと、人生1回でしょ、もうちょっと大きい仕事したいな、社長になりたいな、でもこれじゃないなって、雇われるのはちょっと向いてないなと思って、やっぱ配信がちょっと仕事にしたいなと思って、トラックが一番楽だったね。一番きつかったのは引っ越しのバイト、マジきつい。あの正社員でなかなか決まんなくて、仕事がつなぎで派遣バイト登録したんだけど、いきなり引っ越しバイト入っちゃって、嘘だろって、引っ越しはしんどかった。団地で5階から引っ越し、おじいさんのほとんど本だった、5階だね、エレベーターなしだね、アホやろと思って、こんな本溜め込みやがってって、段ボール何箱あると思ってんの、やばいで、あれほとんど本やで、ブックオフかよと思ったもん。うん、何してんのこんな本と思って、老人が5階で。うん、足パンパンになったね、もうプルプルしちゃって、足が最悪やで。うん、こんなのいるのと思って、こんな本捨てろよと思って、なんでエレベーターないのあれ、地獄やで。佐々木くん休みながらでいいからねって言われてもさ、先輩はもうバン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 動くわけやん。うん、バイトだけどさ、やっぱ頑張るしかない。もうあれがきつかった一番。うん、あと精神的にきつかったのがサラリーマンだね。だどっちがいいかでね、肉体的にしんどいのか、精神的には楽だよ、引っ越しは別に疲れるけど、精神的に疲れたのがやっぱりサラリーマン、営業マンですね、一番きつい。やっぱ売り上げ上げないといけないからやむよ。やっぱりサラリーマン大変だよ、精神的に辛いのが一番きついかも、肉体的よりも。だから現場とかの方がまだいいかも、楽かもしれない。うん、でも現場は現場で先輩たち社長連中がアホなやついるから、人前とかで普通に怒鳴ったり怒ったりするから、頭ごなしにでぶん殴ったりしてくるやついるから、それはそれでちょっときついけどね。うん、ごこらげらすこい、あれです、あれです、みーちゃんです。うん、きついで、バカな親方いるからね、普通にぶん殴ってくれというかね。うん、ハレピアリです。うん、その子の写真を持ってない。何の営業だから、あれよ、薬よ、置き薬、家に置いてない、実家とかに黄色い薬箱、富士薬品の、知らない、富山で有名だで、置き薬、ごこ投げラスコイ、どうされやす、みーちゃんです、知らない、置き薬見たことない、それを回るのよ、そう、常備薬まだあるでしょ、その新しい薬をこの何ケースに入れて、キャリーケースに入れて、富士薬品って書いてでっかい、なんつうの
アルミのすごいでかいバッグに入れてくわけよ、いっぱい詰めてくよ朝。ほんで自分のお客さんのとこに回って、期限切れてるやつ交換して、あこれなくなってますね、で新しいの入れてきますね、アタッシュケースに入れるわけよ、うん、朝ね。でバッコード全部ピッ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 打ってさ、うん、あコーヒー我慢してありがとうございます、うん、あったでしょ、薬を新しいの入れて、全部倉庫から出したやつ全部一個一個バッコードピッ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 入れて、で行ってきますって車で一人で行くわけよ、うん、でピンポンして、ふじゃきんです、あの薬交換来ました、で交換する、お客さんと話すわけ、トークするわけ、そこ仲良くなるわけよ、ちょっと奥さんと。でそれだけだといいんだよ、楽なんだよ。富士薬品大変なの、キャンペーンがあるのよ、キャンペーン、この月に売れないといけない商品があるわけよ。それがリンゴ酢だったり健康になる食品を売るわけよ、うん、でそのリンゴ酢だったら最初に朝会社出る前に水筒、自分の水筒を用意してリンゴ酢入れるわけよ。で水で薄めてシャカ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 して、これ行ってきますってお客さん飲ませる用のね、それ飲ませるわけよ、奥さん、あ新しい商品出ました、これリンゴ酢ですよ、これどうですか、飲んでください、おいしいって なって買わせないといけないの、それ、うん、大変だね。そう、それで売り上げを気にしないといけない。先輩どんどんバンバン売れるわけよ、リンゴ酢。そう、薬だけじゃないんだよ、いろんなの売らないといけない。眠らせないよ、そこ奥さん眠らせて、富士薬品のね、そのセールスマンがこうパコパコしてダメでしょ、それ眠らして、うん。でさらに余裕がある先輩はね、新しい新規の薬箱を置いてくれる奥さんを探さないけん、飛び入りでピンポンしてすいません、富士薬品です、あの薬箱を置きませんかって奥さんにアタックするの。それをさ1日さ15件とか取っちゃう人いんのよ。でそれはそれでもう薬箱を置く専門の営業マンとして配属されるわけよ。そしたらその先輩に言われるわけ、おい酒さ頑張ってるかって、お売れてるか、いや全然売れないっす、お前こんなの簡単だぞお前、俺全国1位になったぞこの前先月で、今薬箱だけになってるけど、お前どんぐらい給料欲しいんだ、お前いくら欲しいんだ、いや100万ぐらい欲しいっすね、100万だったらお前こんなのダメだぞ、うん、もっと売れてるやつもっと やべえぞ、上には上がるぞ、どうやったら取れるんですかって、先輩一緒についてっていいですかって、で薬箱ってどうやって置いてくれるんですか、おじゃあお前じゃあ見せてあるわって、俺のな、うん、セールストークがすごいわけよ、うん、ですぐもう契約取れちゃうわけよ、すごいなと思って、うん、で新聞も俺新聞配達もやってたの高校の時ね。そしたらその先輩学生だったんだけど、専門学校行きながら新聞配達してた先輩なんだけど、福島の先輩で福島県出身 で埼玉に来て、で幸手市で毎日新聞やってたんだけど、でその人もめちゃくちゃうまいのセールストークが、でバン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 新聞の勧誘取っちゃうわけよ、うん、どうやって取ってんだろうと思って、俺 見本で一回勉強のために一回ついてっていいですか、あいいよつって どんな営業してんだろうと思って、そしたらすごかったで、ああやっぱプロだと思った、すごかった。あのね、自分のお母さんが病気なんです、そっから入った、病気で奨学金で今新聞配達やっててやっぱここでやっぱお金を稼いでお母さんに恩返ししてなんで新聞お願いしますってそれで撮ってたよ、やべえで、ちょろいわって言ってた、泣き毛平気で涙ぶわー出んの、やばいで、俳優やで、ちょろいわってた、役者やで、詐欺やで、あれ詐欺。薬の先輩普通に
軽快な営業トークだった。もう忘れちゃったけど、うん、やっぱ人のね懐に入るのうまい、やっぱりそういう人ってさって入るね。ちょっと油断したら、奥さんが油断したらさってね、もう距離が近くなる、いきなりもう信用しちゃうね。うん、うまいで、一流の営業マンは。うん、それで真似した俺は。うん、ふわっちでそれを習得して、学生時代に新聞配達やってて、その先輩ね、室井先輩って言うんだけど、室井先輩のあの泣き芸を習得してふわっちで生かしてる。そう、そうだから泣けるんだと思う俺は。うん、そう末っ子だからね俺。そうやっぱね、こじきはね末っ子の方がうまいね。長男坊はダメだね、末っ子の方がうまい。俺末っ子だからさ。そう、室井じゃねえ、室井先輩。うん、順番に職歴、高校まず卒業したら何やろうかって、もうまず決まってなかった。何にもやりたくねえなって、できたら働きたくないなって、うん、何しようかなって、もう何でもいいわ、家から近かったら何でもいいわ。だって求人票見てたら加藤石油ってのがあって、何加藤石油って、ガソリンスタンド、あでも友達に、高校の友達になんかバイトしてるやついたな、楽そうだなと思って、高校卒業してガソリンスタンド行った、接客業。うん、でまあまあ楽しくって、でやっぱこれじゃねえなと思って、俺一生なんか石油の香り、油の香り嗅いでたら頭おかしくなっちゃうなと思って、なんか油とか触りたくねえなと思って、エンジンオイルとか交換とか、それもめんどくさかったのよ。そのガソリン入れるだけだと思ったのよ。そしたら入れるだけだとなんか給料すっげえ安いの。ほんであの車をさ帰ってくるわけじゃん、おら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 、はいオッケーです、レギュラーですか、満タンですか、レギュラー元気で満タンで、オッケーって入れるじゃん、満タン、キャップロックオッケーって返しちゃダメなんだよ。そのガソリンを入れるお客さんに対してアプローチしなきゃね、洗車すぐできますけど、オイル交換できますけど、すぐできます、オイル見せてくださいってアプローチしていって、そのガソリン以外の売り上げを上げないといけない。だから一台一台入ってくるじゃん、ガソリンスタンドに、カモカモなのよ、一台一台。これお金落としてくんねえかなっていう人を見つけるわけよ。だからこっちもセンサーついてるわけよ、この人は軽自動車、パチンカスくせえなってやつは声かけない。ちゃんと車とか綺麗にしてる人見て、あ車の知識なさそうだなっていう人に対して行くわけよ、アプローチするわけよ。あの奥さんとかね、特にね、そう女の子結構かもられちゃう。うん、あら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 、 OK です、でボンネットちょっと点検してるんで開けてくださいって、もう強制的に、ね、俺はね、あ今もうちょっとあの給油中にあの全部見ちゃうんでちょっと開けてもらっていいですか、いやいいですいいですってこと、あ大丈夫です、すぐ終わるね、すぐ終わっちゃう、見せるだけ、見るだけだし、もうすぐだから、でオイルちょっと見るだけだから、でオイル見て、あちょっと汚れてますね、これエンジンやっちゃうんですよ、これエンジン焼き付いちゃう、これこのままだとどうします、焼き付くのがいいのか今直すのかどっちがいいですか。そうすぐ決断を迫る、決断力をすぐね煽る、どうします、うん、これ車止まっちゃいますよこれ。そうあと水抜き台っていうのありまして、これ入れないとあの ガソリンのタンクに水滴溜まっちゃいますね。これは水と油って混ざったら奥さんどうなっちゃいます、爆発しちゃうんですよこれ、ガソリンタンクどうします。で営業をしていくわけですよって。そうでもう 俺より最初に入ってる18歳の先輩がいたんだよ、あ何歳、16歳の先輩がいたんだよ、未成年の。俺18で入ったんだけど2個下の先輩がいたんだよ、糸井先輩って言ったんだよ、2個下よ、もうヤンキーよ、ヤンキーだけど売り上げめちゃくちゃいいの、すごいうまい、バンバン取る、それで売り上げ。当時その人高校行ってないね、中卒よ、高校行ってないで中退もしてない、最初からもう中学校卒業したらガソリンスタンドで働いてて、その人給料40万あったで、16歳で。俺2個下よ、俺18万よ給料、2個下の後輩が40万円
どんな世界やねんと。何それ、やばい。でやっぱいい車乗せた、セルシオ乗せた。18歳になったら車買うのに金貯めてるっつって、そうローダウンの VIP すごいね。あ、そうやって撮るんだと思って、営業って大変だなと思って、うん、でちょっとスタンド飽きて、もうここじゃねえな、めんどくせえなと思って、石油の香り嗅ぎすぎて、ちょっと頭おかしくなってきて、ラリってきて、うん、で次何やったかっていうと、パチンコです。パチンコ店に入りました。そこでちょっと人生がちょっと180度変わっちゃったんですね。パチンコやったことなかった三枝信行、パチンコハマりました。二十歳になってから入って、でタバコも吸ったことあったんですけど、みんな休憩所でタバコ吸うもんだから、俺もタバコ興味抱いてタバコ吸い始めました。ヤニクラして、うわこれがヤニクラかっつって、まっつ口の中何これ苦ってなって、でな慣れてくんですね、慣れてく、だんだんタバコ慣れてって、でパチンコの休憩時間って30分ぐらいしかなくて、で弁当なんですよ。で食堂のおばちゃんも一人なんか後からやっとって、あの飯は困らない、30分しかないからタバコ吸ってコーヒー飲んで、めちゃくちゃ飯食うの早くなっちゃったんですよ、うん、そっからです早食いになっちゃったっていうか、あんま噛まないで、職業ボスで、だから噛まない早食い、うん、それでホール出て、サギサギ休憩、休憩もう時間経ってるよ、サギサ了解です、今トイレ行ってからすぐホール戻ります、すぐで30分。じゃあ次何屋さん休憩どうぞ、了解です、サギサホール戻りました。インカムでね、もうやり取りするわけよ、耳に入れてさ、イヤホン、うん、インカムで。これさすごいうるさい、パチンコやって、パチンコやってうるさいやん。店員さんがさ、お客さんの顔見てさ、こうやってやるじゃん。これさやられたことある、これお客さんの文句言ってると思われてさ、一回お前さ俺の文句言ってんだろ、これ誰か言ってんだろ、これバカにしてんだろ俺のことって一回言われたことある。これ勘違いされるね、これ。いや業務連絡っす、これ被害妄想、了解です。これ一番やっちゃいけない、お客さんの顔見てこれやってダメね、怒られた。一回遠隔してんだろうとかね、お前俺のことなんか文句言ってんだろうとか、そうイライラしてるからね、負けてる人は。いろんな人いるね、あの負けてさ、あのスナックのいかにもママよ、もうサイババみたいな髪型、チリチリのソバージュの、あこれから出勤ですみたいな、夕方ぐらいに来てさ、おばちゃんが来るんだけど、ワンワンパラダイスもう3万ぐらいストレートに負けて何も出なくて、あのジョージアのエメラルドマウンテン今でも覚えてる、あれ逆さにされたからね、あの上皿にガンって、でコーヒードボ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 って上皿ブワーいって、玉通るとこ全部ベトベト、うん、嫌がらせされた、あのババアつって、やべえわ。で全部アルコールで脱脂麺でこうアルコールで拭いたよ、全部バラして、やべえのいるよ、いろんなやついるで、うん、いや注意で終わった。さすがに出禁はあんまなかったね、うん、それ気をしない、だって割れてないし、ただ拭いたらいいだけだし、うん、で俺は次の日言ったよ、そのおばちゃんに、コーヒーやめてくださいねって、コーヒー見てましたすいませんやめてくださいねって、そしたらニコってして、デイベロってやつ、うん、やめてよってそういうの嫌がらせは。ありがとうございます。朝から晩までいるやついるで、マジでこいつ何してんだろうと思うよ、仕事とかしてねえんだろうなって、よく金持つよなって聞いたんだよ、お客さんって、なんでそんな朝から晩まで打てるんですかって、しかもずっと海物ってのは門代じゃないですかって、何やってんすかって俺聞いちゃった、すいません店員さんがこういうの言うのはあれなんですけど、あのありがたいんですけど、店長からしたらね、僕はあの従業員だからちょっと
すごい不思議に思って、素朴な疑問なんですけど、どうしてお客さんは海物語の150番台ずっと追いかけてるんですかって、ずっと角台座ってるんだよ、その人教えてくれたパンチパーマでね、うん、なんでなのって、負けてる方が多いのよ、負けてんのよ、いや絶対負けてますよね、負けてるよって、いくら負けてます、もう半年で300ぐらいいってるね、え、なんでそこまでうちのねパーラロイヤルの海物語150番台愛してるんですかって聞いたら、そしたらもう俺はタクシー運転手だったんだよ、で定年退職したんだよ、でももうさ、俺もう間に挟まれるのが嫌なんだよ、俺角がいいんだよ、角でもう負けても勝ってもいいから、朝から晩まで打ちたかったんだよ、夢だったんだよ、うん、もうパチンコ好きなんだよ、うん、その代わり出せよって、うん、生きてやっからよって、遊ばせろよって言われた、うん、病気なんだよ、うん、角がいいんだってその人は、大好きなんだって海が、うん、で釜掘られるのが嫌なんだって、だから朝から晩まで打つんだって、途中まで打って後で出されるのが嫌なんだって、角大好きで、角って出てるイメージあるじゃん、だからいつか吹くんじゃねえかみたいな、そういう気持ちでずっと打ってる、もう安心してる、でもホール来たらホール出るじゃん、海渡り行くじゃん、コース行くじゃん、海渡りを絶対いるもん、その人パンチパーマの人、あ、今日も来てるわみたいな、うん、普通教えてくれないけどね、もう仲いいから、もう地域密着型のホールだから、もう仲いいから、お客さんといろんな人を見てる、だからいろんな情報入ってくる、距離近いからお客さんと、うん、今日権利者でさーっておばちゃんがこうなんかこうでっかい頭、黒柳徹子みたいなでっかいおばちゃんが毎日現金機のコーナーにいるの、ミルキーバーつってさ、1回当たったら3回出ますよっていう、うん、権利者のねミルキーバーっていう台があって、昔の大昔の、それを500円玉ブワーってタワーにしてチャリンチャリン入れてんのよ、お母さんがいくら使ったの今日って、6万よって、6万も使っちゃったこれ私って、お父さんに怒られちゃうって、そんな話聞いた、クズだわって思うよね、やっぱ、うん、それでさ、おじいちゃんも来るわけよ、そのパチンコ屋に、その権利物が結構熱くて、1回当たったら500円でも当たる時あるのよ、で3箱出んのよ、でそれをみんなおじいちゃんおばあちゃんやるわけよ、ミルキーバーで、転換持ってるおじいちゃん来て、1回500円でミルキーバー1回当たっちゃって、びっくりしちゃって泡吹いて倒れちゃったの、びっくりしたで、ガチで倒れたからね、マティアスのお父さんに超似てる、平八に泡吹いて倒れてる、って何何って、倒れてるよこの人の、うん、でこの中にお客様に、お客様の中にお医者さんいませんかって言ったら、俺大声で、あ、俺歯医者だけどいいっつって歯医者で働いてる医者がいて、たまたまその人も常連さんだけど、ちょっと見てもらっていいですかって、ちょっと泡吐いちゃってる、泡吹いて、ああこれ転換だから、ああこうしたらいい、ああしたらいいって、で救急車来て、でその後に元気になって、元気になったらしいんだよ、その奥さんが来たらしいんだよ、来たんだよ店に、ああその説ありがとうございましたって、うちの旦那がなんか倒れちゃったみたいで、皆さんねなんか介護してくれてありがとうございましたって、なんか菓子折り持ってきた、うん、でも結構みんな素人しかいない中で、歯医者ってだけでもなんか安心感すごいよ、半端じゃない、もうパニックになってるから、ホールが泡吹いて倒れて死ぬかもしれない、おい歯医者だよ俺いい見るよ、歯医者でも全然もう安心したね、おお医者さんいたね、歯医者だけど、うん、いろんなことある、やっぱり40年も生きてると、うん、あと今年も遭遇した、今年中国人10人ぐらいで来た、10人ぐらいでホール来て、台を開けてさ、線をさ取り替えるわけよ一瞬で、そうすると特殊な打ち方するとバンバン出るように、裏技でね出るようにしてくる今年がいたの、中国人すごい怖かったね、10人ぐらい来て、女と男混ざってグループで、車で来たのかな、走って逃げたんだけどね最後は、
大体気づかないでみんな。うん。あ、コーヒーレディね。あ、セクハラありますね。うちもあった、それは。うん。どうやってやるかっていうと、中国人10人ぐらい来て、店員さん全部捕まえるね。ホールにいる店員さん、すいません、すいません。もうやぼよよ。すいません、このデータわからないよ、見方わからない。どうやってやる？もう片言で。どうやってやるこれ？ってデータ。わからない、わからない。で、しかも俺に聞いてんじゃん。すいませんって呼ばれて俺行くじゃん。データ見方わからないって言って教えてあげるじゃん。そしたらその女だったんだけど、中国人の、わからないわからない、5個投げあり出す、5個投げあり出すね。その俺に聞いてんのに、本当にそのデータがわからないはずなのに、周りを見ながらデータを見てんのよ。このデータわからないわからないって、これで気づいたの俺。本当に教えてもらいたい。データを、データの見方わからないんでしょ。聞いてないのよ。こうやって何回もこう教えて教えてよって言ってるのよ。周り見てんのよ。これおかしいでしょ。周り見てんのよ。で、他の仲間はちゃんとやってるかな、他のホールの店員さん捕まえられてるかなみたいな、そういうのを確認してるわけで、あの、これが5年だってバレてないよなみたいな。お、ちょっと待ってよってなったら、ちょっと待ってくださいね、お客さん、ちょっと待ってくださいね。で、すぐ離れて俺がインカム入れたのよ。事務所で待機してる役職に、すいません、今ちょっと足止めされちゃったんですけど、お客様ちょっと様子おかしいんで、あの、どっかパチンコで開けられてるかチェックしてくださいって。俺頭回転早いから、あ、すぐこれ分かったね、あ、後藤氏だと思う、絶対これやられてるわ、すいません、大至急モニタルチェックお願いします、どうぞ。そしたらなんか開けられてた台を、どっか、あ、難コース台開けられてるね、ちょっと待って、そいつと捕まなくていいよ、でやらすだけやらしちゃっていいよ、危ないから、何持ってるか分かんないから、とりあえず追い出しちゃおう。俺めちゃくちゃ褒められたから、さすがやねん。で、役職になっちゃった、お手ガラス。で、その後絶対このパチンコ屋だけじゃないよ、次のパチンコ屋も行くよそいつらってなったから、次の4号線にあるパチンコ屋さん全部電話した。今うち5年入ったんでそっち行くかもしれないんで気をつけてくださいねって、言っといてあげてくださいって、そこまで言った、役職に。あ、このまま、あ、うちの店から出た後、あっちのなんとかさん、ズームさんとか行くっぽいんで、ちょっと見といてくださいって。そこまで俺は頭の回転が早いってこと。そう、すごいでしょ。頭の回転は早いですね、僕ね。人のその挙動不審になった時とかすぐ分かる、気づいちゃう。で、俺ズームで、俺働いてたんだけど、遊びに行った時、俺真横でやられたよ、それ。それ別の日なんだけど、別の日に、あの、普通にパチンコ打ってたんだよ。したら3人ぐらいで、野郎3人ぐらいでパチンコで囲ってるやついたんだよ。目隠ししてガチャガチャやってんの、台開けてんのよ。うーわー、これ今年だと、これ見たら殺されるやつだと思って、やっばーと思って、怖ーと思って、目絶対合わせないと思って、で、どっか行った後に店員さんにコソコソって、さっき何番台開けられてましたよって。そう、見れないで、あれ何されるか分からへんから、目の前で見ちゃった俺、怖いで。今はないと思うけど、あんまね、そういう大胆な犯行は。台開けるんだよ、ハーネスっつって線を変えるんだよ、それだけでバンバン出されちゃう。だ、窃盗でね、不正に弾を出し入れしてるから。うん、今もう防犯カメラとかすごいいいやつ使ってるでしょ、もう手元まで分かっちゃう、すごいズーム機能とかできるでしょ。今無理よね、昔はもうズームとかできなかったからね、カメラね、手元まで分からないから、すごい鮮明に映るよ今、防犯カメラいっぱいある。うん、すごいですよ今のパチンコは。あの、弾出てないでしょ、弾ドル箱出る、何、店ないでしょ今。
か数数字でしょ、みんな数字電子でしょ。うん、あ、音鳴るよ、台開けたらね。うん、足止めしてくる時点で怪しいなと思ったよ。こいつマジで人の話聞いてねえわと思った。目合わせないしさ、周り見てるしさ、こうやって何こいつと思った。お、聞いてんのかよと思った。マジで一生懸命教えたのにさ、これが昨日のデータで、これが一昨日のデータですって、聞いてますかって。怪しかったもんね。聞いちゃいねえやと思って、なんだこいつ、おかしいなと思って。こういうやつが何人もいたんだよ。だからみんなそうやって足止めしてたのよ。うちのホールにいた従業員全部それで足止めされたのよ。そうすると自分の台を開けたいコース、誰もいなくなるのよ。店員が誰も入ってくんなくなるの。お客さんも自分の台集中してるから、その台開けられたことなんて気づかないのよ。うん、そうやってね台を開けるのよ。怖いでしょ。で、店の損失になるわけよ。そう、損失を防いだってことは僕が事前に。すごいでしょ。それは褒められるよね。あの本社のから来た役職の人にも褒められた。三草君よくやったね、よく気づいたねって。これ本当はこの事務所にいる役職が気づかないといけないんだよ。これ従業員のね、ホールにいた三草君が気づくってのはこれすごいですよって。うん、でその中国人がブワーって店から出て行ったのよ。そう、追いかけますかっつって、追いかけなくていいですって。で、車のナンバーだけ見ておきましょうかっつって、うん、追ってからですよ。うん、もう行かなくて行かなくていいって、何持ってるか分かんないかあいつらって、もういいよって、そのほったらかしでいいよって。晴れぴありです。怖いね、昔は、大昔は。僕二十歳の頃ね、それ怖かったね。うん、そう、警察官にもなりたかったの。そう、夢を諦めた。警察官は給料安いからやめてくださいって言われた。一人目の奥さんに、子供できてからちょっと警察官になりたいんだけどって言ったら、ちょっと今からはきついでしょって、給料手取り16万とかでしょ最初って、ちょっとやめてほしいって言われて夢を諦めた。うん、その時だからお金持ってたらね、余裕があったら今頃はまあ刑事とかになってるかもしれない。うん、最初は安いでしょ警察官って、初任給。そう、安いよね。警察官やりたかったんですよ、自衛隊とかね。うん、あ、退職金でかい、それ待てないもん、パチンカスだから。すぐ欲しいもんね、給料2,30欲しいよね、やっぱその時はパチンカスだから。今から無理。あのね、調べた、年齢制限あった、確か26歳かな、無理だった。30だっけ、無理だった。41だもん、なれないおじさん、無理よ。41歳のね、交番勤務いる、いないでしょ。1年生警察官になります、警察学校41ですけど、いないでしょ、無理よ41。うん、パチンコの次は現場だね、現場行った。うん、高卒だもん俺、まだ18万でしょ、安い。大卒でも安くない、まあエリートだけどね、将来有望だけど。21万でしょ、やってられんよ、やってられんって。18万じゃ、現場ってほら家の基礎とか、最初基礎屋さん行ったのよ、基礎、住宅の基礎、あの大手住宅メーカー、うん、大成建設の下請け、うん、家の基礎作ってて、その後何やったっけな、トラックかな、トラック。積水は絶対無理、めちゃくちゃ厳しいって言われたよ。あそこの仕事は取れない、取ったとしてもめちゃくちゃ厳しいから取んない方がいいって言ってたよ、業界の中では。積水さんはめちゃくちゃうるさいと、監督がちょっと1ミリのズレも許せないとって。うん、めちゃくちゃ厳しい。だから家買うんだったら積水の方がいい、積水はめちゃくちゃ厳しいって。
その後佐川も行ったね。佐川大型免許取って、そう。佐賀厳しいよ。めちゃくちゃ上下関係半端じゃねえぞ、あそこは。軍隊だぞ。半端じゃねえ。うん。いじめられたよ。普通にめちゃくちゃ。うん。頭ごなしでめちゃくちゃ言われたで。うん。やべえぞあそこは。安いんだよ給料。昔だよそれ安高いのは。うん。セールスドライバーでしょ、 SD でしょ、それ高いの。俺は大型輸送だから、大型トラックで転換輸送だから、店から店の荷物を移動するだけ その運転手だから安いで。昔安い。資格めちゃくちゃあるよ。大型免許でしょ、あと溶接とかいろんなの持ってる、フォークリフトとかあユニックとかいろんなの持ってる。うん、安い。最後に働いたのどこだ？あ、解体屋さんですね。解体工事。うん、資格マニア。生かしてないな。大型トラック乗れるけど。うん。現場系多いですね。トラックが一番長いかな。トラックが。で、その次にパチンコ屋長いかな。5年ぐらい働いた。俺そのパチンコで働いた時、足腰鍛えてなかったから、あのパチンコのドル箱ってこうカートに乗せるんだけど、みんな乗せて持ってくじゃん、係数機まで。俺手で持ってったの全部。俺最高で2万発持ったからね。2万発、10箱、1箱2000発入るやつ。結構でっかかったのドル箱。うちらのお店2万発持ったから、ビッグって。お、大丈夫この人、マジだね。2万発持ったで俺。めちゃくちゃ重たいよ。うん。そこで鍛えられた。だから今相撲強いのよ。足腰は昔から強い。腰やられるぞってずっと言われた。従業員の人にも役職の人にも。いやでも訓練なんで、もうやらしてくださいっつって。でも手で持った方が早いしっつって。こぼしたらやばいで。ちょっとつまずいたらやばいで。うん、他の従業員の人カートに乗せてもなんかつまずいてガシャーンってやってたけどね。あやっちゃってないつ、やっちゃってどうする、これカチ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 、これひどいよこれ、やばいよあれ。倒しちゃったやついるけど、ドル箱タワー倒したやついるけど、やばいで。うーわって玉の海やで。どうすんのこれ。小じき何人か来るよこれ。誰が来るよ、かっぱらやついいんじゃないのって。早く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 して早くして、全従業員つぐ、うん、だ4コース、あの玉こぼしました、どうぞっつって助けてっつって。やばいよ。そのこぼされたお客さんね、いい人だったらいいよ、いやいや大丈夫大丈夫ね。それ初見でさ全然負けててさ、早く借りたいってお客さんだとやばいね。もうお前ふざけんなよみたいな人いるで。マジかよ、おいどうしてくれんのこれ、これ何個か減ってたら許されへんかなみたいな、いるでマジで。うん、メダルも大変だよ。メダルもあれ落としたとき、あの1000枚オーバー、2000枚オーバーのあの硬い厚紙のやつあんじゃん、台に刺すやつ、スタートとかのあのあれでこうやって取んないと、ガッサーって取んないと怒られるね。うん、羽ぴゃりです。大変だったでパチンコ屋で。面白かったけどね。不定期だったな、その時間が。寝台入れ替えとかの時夜やるでしょ、早番行くでしょ、朝8時ぐらいから働くでしょ、で6時ぐらいに終わるでしょ。そしたらまた夜出てきてなって言われるから、9時ぐらいに閉店する前にちょっと出てきてって、パチンコ台トラック届くからって、でトラックが来るじゃん、で降ろしたりしてさ、でなんだかんだで1時2時とか3時まで行くからね、寝台入れ替え夜やるから。でまた次早番ね。しんどかったね結構時間が。うん、寝台入れ替えしんどすぎ。
試し打ちやる。そうずっと、うん、いや1万2000枚ぐらいじゃない、うん、多分最高ね。それが東大阪のねお店で設定後のオス番長、うん、ミリオンゴッドとかじゃないんだよね、オス番長あります、うん、あ、業者にあの弱電やつってね、電気屋さんが来て頼んでるやついるんだけど、あの2人しか来ないんだよ、うちも頼んだけど。あと台の移動とかは従業員がやらなきゃいけない。そう、ここに入れる台を並べるのは俺らがやらなきゃいけない。でそれを設置するのは電気屋さんなんだけど、そう、東大阪に売ってたよ、住んでたよ、あの奈良に住んでたから。で奈良ってあのパチンコ屋ないんだよ、鈴鹿ここのギャラスク、奈良はないのパチンコ屋が、有料店が。だから東大阪まで行って売ってた、うん、それでもうまぐれで設定後を座って1万2、3000枚で出た。2万枚はないね。じゃあそろそろ終わるか、ちょっとあの子供と遊ばないといけないから、うん、終わるか。じゃああの羽ペンだけ最後ください、終わるわ。子供ちゃんと遊ばないといけないから、うん、またありやすってな感じでね、終わります。ありやす、また夜やれたらまたおつかば、ありやす、初見されたらフォローお願いします。またまた同じ話するから、何回も、うん、それ聞いたよって言っても話するから、またありやす、おつかば。